こんにちは、アヤネーズライフのアヤネです。本日は5月中旬の購入品紹介の動画になります。よろしければぜひ最後までご覧ください。はい、それでは1点目にご紹介するのがアメリヴィンテージで購入しましたメディアメリ×ミラーカップインタンクトップという商品になります。はい、こちらは私が手に持っているブルーと今着用しているボーダーのブルーのセットになっていて、2枚セットで税込み価格8580円でした。このブルーの他にもマルチ、ブラック、オレンジというカラー展開で、サイズは SM の2サイズです。私は S サイズを選びました。4色展開なのでどの色を購入するか本当に迷ったんですけど、私はこのブルーのボーダーの色がすごい好きだったのでこちらの色を選びました。で、これ嬉しいのがカップインなのでこれ1枚ですごい楽に着れるっていうところです。はい、もう一色の方に着替えてみました。で、後ろとかの丈感はこんな感じになります。で、こっちのブルー結構パキッとして目立つ感じの色なんですけど、夏らしくてまあいいかなって思ってます。で、さっきボーダー着てた時は気づかなかったんですけど、こっちのブルーの単色の方を着てみると胸のちょっと上らへんに横に変なラインが出てしまっていて、それがちょっと残念でした。1枚でせっかく綺麗に着れると思ったんですけど、この裏地が横に変に線で出ちゃってるんですよね。ちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、でそこが私はちょっと気になりました。でも生地は伸縮性もあってすごい着やすいですし、夏でも本当に涼しいかなと思います。はい、では2点目にご紹介するのがメディクロススティッチライクシャツというアイテムになります。こちらはアイボリー、ブラック、ピンクの3色展開でフリーサイズになります。私が購入したのはアイボリーです。税込み価格で 21,450 円でした。で、これは本当に可愛くて、もうアイボリーかブラックかどっちを買うかですっごい悩んで、お金があったらもう絶対2色欲しいって感じだったんですけど、私の肌に馴染むのはこっちのアイボリーの方だったので、こっちに、もうめちゃくちゃ悩んだんですけどアイボリーに決定しました。近くで見ると生地はこういう感じのメッシュ生地になってます。で、これすごい涼しそうですよね。で、刺繍もいっぱい細かく入っててデザイン性もあって本当に気に入ってます。で、羽織ってみると見た目すごい硬い生地なのかなって、硬くてごわつくのかなって思ってたんですけど、めちゃくちゃ柔らかくてもうチクチクもしないですし、本当にもう着たらもうやばいやばいです。みんなに着てほしいです。で、これ袖の部分もすごい可愛くてこんな感じになってるんですけど、短い、ここが短いタイプでね、すごいここも可愛いポイントだと思います。で、後ろ姿はこんな感じです。で、丈感が結構オーバーサイズでフリーサイズなので、私の身長からしたら膝より少し上ぐらいの位置になるんですけど、それでもすごいさらっとおしゃれに見せてくれるアイテムだと思います。で、この前のボタンも隠しボタンになっていて、前閉じてもこのフロント部分からボタンがあるのが見えないデザインになっております。こんな感じです。で、このシャツはウェブでももう即完売して、店舗でも全店完売したんですけど、ウェブで再販売を今してるんですね。予約販売になるんですけど、今注文してもらったら8月に届くことになります。で、これまだ買ってない方いらっしゃいましたら、ぜひおすすめなので買っていただきたい一押しアイテムになります。すっごいお気に入りです。はい、それでは3点目にご紹介するのは、指はちょっとノリノリで4ってやってるんですけど、3点目になります。3点目にご紹介するのは、トゥデイフルで購入しました、バックオープンペンシルドレスというワンピースになります。こちらはカラー展開が、ブラック、ベージュ、ワインレッドの3色展開で、サイズは36、38インチの2サイズ展開。私はカラーはブラックで、サイズは36インチを選びました。で、お値段が税込み価格15,400円になります。で、このワンピースはもうずっとブラックでこういう形のワンピースを私が探していて、で、トゥデイフルでこういうワンピースが発売されるってなって狙ってたものになります。で、もっと私の想像では体のラインが出ないストンって落ちるタイプのワンピースだと思ってたんですけど、実際に着用してみるともう体のラインをすべて拾う、むちゃくちゃピチってしたワンピースだったので、そこがちょっと想像と違うくて、まあ、ネットで買ったので仕方ないんですけど、もうちょっとさらっと着たかったので、私的にはちょっとそこが
うーんっていう感じでした。でもこういう形のワンピースを探している方だったら、これは本当に首の周りとか背中とか綺麗に見せてくれるので、すごいいいんじゃないかなと思います。で、後ろの足のところにね、足元にスリットが入っていて、そこもすごい綺麗に見せてくれるポイントだと思います。すいません、そのスリット部分のちょっと動画がないんですけど、今ちょっと近くで生地感を見せてますでこの肩の紐のところはちょっとゴムっぽい感じの素材っていうか見た目になってます。髪を結ぶなんかヘアゴムみたいな感じで、後ろはこんな感じです。はい。で、ま、生地はすごい細かいリブ、細いリブみたいなのが全体的に入っている感じで、ま、伸縮性も あるので、すごい楽チンは楽チンです。さっきからちょっとシャツ脱いだり着たりしてるんですけど、今年なんかこういう風に、肩から斜めにかけてシャツとか合わせるスタイルが流行っているので、ちょっとやってみました。結ぶのが結構難しかったんですけど、まあ、こういう感じで肩にかけてこのワンピースも着たかったんですけど、ちょっと体のライン出すぎてるので悩みどころです。はい、それでお次はですね、こちらウーフォスのサンダルを私は購入をしました。これ去年からすごい流行ってるサンダルなんですけど、で今年ちょっと気になってて、もう一回履いたら終わりでした。もう履き心地が本当本当に良すぎて、靴ずれとかの心配も本当になさそうな感じのサンダルになります。で、今年出た方の厚底タイプの方と買うの迷ったんですけど、私は足のサイズがすごく大きくて、そのもう一つの厚底タイプの方だとかなり自分の足が大きく見えたんですね。で、こっちの方がちょっと足のサイズが小さく見えたので、私はこっちのタイプを選びました。で、足元までちょっと見せるためにソファーに立たせてもらってますけど、バランスを崩して静止して足がつりました。はい、これ足つってます。で、足つりタイムがしかもすごい長いので、ちょっと早送りします。はい、ちょっと足つった後で放心状態みたいになってるんですけど、本当にこのサンダルはもうめっちゃおすすめです。履き心地いいですし、で、カラーも他にも展開があって、ブラックとかベージュみたいな色もありました。ぜひぜひ検討してみてほしいサンダルになります。で、鏡で撮るとこんな感じです。結構足首綺麗に見せてくれるなって思って、いい感じじゃないですか。こんな感じになります。はい、では今日の購入品の紹介の動画はここまでになります。ここまでご覧くださった方本当にありがとうございます。で、次回はこれシーンで私初めてお洋服を購入してみました。で、今年大流行のシアートップスばかりをもう一生分ぐらい爆買いしましたので、そちらの開封動画を次回楽しみにしていてください。